こんにちは、森脇 TV です。はい、今回もアプリの紹介をしていきたいと思います。東京 MX テレビ各週木曜夜1時40分から放送しております話題のアプリ A じゃないか。はい、こちらでご紹介したアプリをこの森脇 TV でも紹介していきたいと思います。はい、ということでまず最初に紹介するアプリはカジュアルゲームジェリージャンプということで、ジェリージャンプ、まあカジュアルゲームなんですけれども、まあこのカジュアルゲームね、いわゆるまあ簡単なゲーム、単純なゲームっていうことなんですけども、まあこれ移動中だとか、まあちょっと眠れないなっていう時に寝る前にこうね、布団の中でやったりとか、まあ 気を紛らわしたりとかね、うん、なんかそういうのにね、ほんとみんなやってんじゃないですかね。1個はアプリ入ってんじゃないですかね。そんなゲームなんですけれども、とりあえずですね、説明動画がございますのでこちらをご覧ください。ジャンプアクションゲーム、ゼリージャンプ。台座が閉まるタイミングに合わせて躍動感あるゼリーをジャンプ。単純なのにタイミング判定は超シビア。動体視力を駆使してひたすら上を目指しましょう。はい、という、まあ、非常にシンプルで分かりやすいゲームなんですけれどもね、まあ、こういうゲームはですね、もう何はともあれ、やってみようということでね、もう早速やっちゃいましょう。はい。はい。なんかすごい綺麗な、ね、おしゃれなね、おしゃれな画面ですけれども、タップすればいいのね。とにかくこの、ゼリーを、どんどん上に上げていくということだね。やってみましょう。お、危ね。意外と見えにくいな。白に白。お、意外とうまいんじゃない俺。ああ !11 回。ちょっと必死になって全然喋れない。じゃ、もう一回やってみよう。11超えるまでやってみよう。よし。ふいしょー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 。あ、むずい。むずい。無機質に動いてくるから、ほんと、わかりづらいな。あー、早い。あ、お、あ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 、お、行くんじゃない。おっと、おー、わー、おー、セーフセーフ、おーいしょーい、よいしょー、うよー、うー、うわはい、ということで、ね、やってみたんですけれどもね、これはね、なんていうんですか、もうやりながら他のこと喋れないですね。もう次々来るから。うん。でもね、あの、ゼリーの、質感っていうんですか、あれがもうなんともね、プルプルでね、うん、それがすごいなんか気持ちいいんで、ね、ぜひ時間がちょっとでも空いたら楽しんでやってみてくださーい。ということで続いて紹介するのは手品アプリマネーマジックということでね、まあまあ聞いた通りお金を使ったマジックをね、この iPhone 使ってできるみたいなんですけれども、とりあえず説明動画の方ご覧ください。友達の誕生会、飲み会や合コンで大活躍、簡単びっくり手品アプリマネーマジック。 iPhone にお金が出たり入ったり、 iPhone とお金があれば誰でもどこでも手品ができちゃう。小学生から大人まで簡単手品や本格的な手品も設定組み合わせ次第。今から練習、明日友達に披露しよう。はい、ということで、これね、できたらね、飲み会とかでかなり役に立つと思いますよ。ね、人気者になれるんじゃないでしょうか。ま、何はともあれ、こちらの方も実際にやってみましょう。はい、ということで、この iPhone と、こいつでね、1000円でやってみたいと思います。初めてなんでできるかな。これがね、中に入るみたいなマジックなんですよ。よし、いきますよ。
お、入ったよ、入ったよ。あ、下手くそ。おい、入りました。おい、はい、はい、はい。よし、じゃあこれをね、外に出しますよ。あー、下手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 、シュッ。下手くそ。と、まあこんな風にですね、まあ若干自分のテクニックも必要です。なので練習をね、ちょっとすればね、うまくなると思うんで、ちょっとこれ練習してね、僕も飲み会なんかで披露してみたいと思います、ね、マネーマジック、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、続いて紹介するのはこちらでございます。ロボットシューティング RPG グレンというね、もうかっこいい名前なんですけども、まあゲームですね、こちらもシューティングゲームになってるんですけども、まあ RPG でついてるんで、まあどん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 ストーリーが進んでって、まあクリアするごとにいろんな、なんかパーツをね手に入れて強くなっていくという、ゲームでございますが、こちらも紹介動画がありますので、こちらをまずはご覧ください。ロボットシューティング RPG グレン。100種類を超えるパーツから自分好みの機体にカスタマイズ。美少女パイロットのサポートを受けながら簡単操作でミッションをクリアして機体を育成。育てた機体を駆使して常時開催されているイベントで全国のライバルたちを打ちのめせ。はい、ということなんで、ちょっと補足で説明したいと思います。ロボット戦闘機に変形する機体を100種類を超えるパーツで自分好みにカスタマイズできる。カスタムできるのは右腕、左腕、脚部、ウイング、コア、メイン武器、サブ武器の7箇所。結構細かくカスタマイズできるってことですね。戦闘シーンに合わせて戦闘機とロボットを使い分けて戦うことができる。バトル自体は簡単操作、1バトル1分以内なので気軽に遊べてしまうということなんですけども、まあこの気軽に遊べる感じと、まあやり込み要素も結構あるようなね、ちょっと期待できますね。これはちょっととにかくアプリを上げてみましょう。はい、ということでね、僕はこのまあ基本形なんですけども、こういうね、ちょっとグレーっぽい機体で行ってみたいと思います。こういうことか。よし、始まった。どんな感じだ。弾はね、勝手に撃ってくれるんで、ターゲットを合わせるだけって感じですかね。どっちだ。敵が前にいるな。当たんないぞ。もうちょっと近づかないとダメか。よし。え、ミッションコンプリート？簡単すぎるでしょ。次へ。もう一個ぐらい行こう。よし。もう一回行きます。よし。ちょっとロボットに変形してみようかな。おお、かっこいい。おお、かっこいいじゃない。まあでもここはひとまず。敵はどっちだ。敵はこっちか。ちょっと待って。あ、いて。よしよし。あ、よける。ああ、当たった。はい、なるほど、こういう感じでね、まあどんどん、最初はこれ簡単なんですけれども、今ねレベルが低いんで。はい、ということでやってみましたが、
まあね、ちょっと出だしなんで、まあチュートリアル的なところもあって、ちょっと今日ね、やったのは簡単すぎるんですけども、やり込んでいけばどん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 難しくなっていって、コードになるにつれて多分入るアイテムとかも、いいアイテムが手に入るようになったりとかして、どんどんこう面白さが増していくようなゲームになってるんだと思います。ね。画像綺麗で、結構動きもスムーズに動いて、気持ちよく、ゲーム楽しめると思いますんで、ね。やり込むのが好きな人はね。あとシューティングゲーム好きな人、やってみてはいかがでしょうか。ということで、ロボットシューティング RPG グレンでした。とまあこんな感じでですね、話題のアプリ A じゃないか、これね、東京 MX テレビの番組なんですけれども、こちら、出演させていただいております。で、この番組の中で紹介したアプリをこの森焼き TV でもこれで紹介しております。ね、番組の方気になるなっていう方は、他にもいろんなね、矢口まりちゃんとか、アンタッチャブルの柴田くんとかペイちゃんとか、楽しいメンバーでやっておりますので、そちらの方もね、 YouTube 上がっていると思うんでね、そちらも、チェックしてみてください。はい、ということで、またアプリ紹介するので、こちらの森焼き TV も今後ともよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。